本日の一本です。こちらがレスナーヒューマンです。サバリだ、ちょっとサイドだけ、はいよ、ちょっとサイドだけ変わってます。今からお食事をしに行きます。うちの奥さんがいない。 PJ675 は手ぶれ補正も良くてフォーカスも結構ガッツリ合わせるんで、これはやっぱり持っていてもう間違いない。モデルだと思いますね。これで全画素60倍まで合わせます。立ちながらこのぐらい合わせるのって結構むずいんですけどね。手ぶれ補正がないと。空間手ぶれ補正です。ここまで撮れるのはなかなかないっす。例えばこんな感じで、すごい。これですね、プロジェクター、プロジェクターです。これだけでこんな感じ。